でその時ゴールドジムのイーストの方に野田さんも行って、はいはい、で野田さんと一緒にやらせてもらうって言って、初めてだからゴールドジムのイースト行った時はもうこれまずいわかる。では早速行きたいと思います。はい、カリキン選手、ジン選手とともにフィジーク総名鏡を支えてきた今日はこの方に自己紹介お願いします。どうも大橋元気です。よろしくお願いします。はい、超久しぶりのショー TV。 そうですね、はい、久しぶりの共演っていうことなんですけども、はい、最近はラッパー、最近はね、早速今言いますかそうそうそうラッパーとか、はい、ラッパーで、やって、登録者数めっちゃ減りましたね。うそ、はい、やっぱりブレると減るんですよでもまああれはでも、うんうん、まあやっぱりそのヤングハッスルさんにお誘いいただいた、はいはいはい、まあ、そんな機会ないじゃないですか。ナイスナイスナイス。だから僕やっぱりその、まあ、リリックというか、はいはい、それやっぱ書くの、書くというか意外とやっぱ好きで、え、あれ全部自分で考えたんですよ。元気が書いた、はい、そうだから結構、うんうん、まあ大変じゃないですか。大変大変、野田さんもやってますもんね、はい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 、だからで変なのはやっぱ出せないんで、うんうんうん、まあ、思ってることとあとはちょっと韻も踏んでいかないといけないということ、うんうん、ちょっとここあんまり広げないんじゃないですかアーティスト来たみたいな感じの始まりになっちゃったけれどもお恥ずかしいですけど、まあでもあそこはあそこで全力で参加させてもらった感じですね。やっぱ失礼ないように。なるほど。まあ、今日はちょっといろいろ、まあ、元気は最近経営者としても活躍してるんで、そっちの話もちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけども、はいはい、そもそもトレーニング、ボディービルを始めたきっかけ。きっかけは、うん、物心ついた頃ぐらいからもうアメリカのなんか、に憧れはあったんですよ。うんうん、ずっとなぜか。だから生まれ変わりなのかもしれないですけど、先生が多分、先生が多分外国の方だったと思うんですよ。らしいんですよ。うん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、ちょっとごめんね、今、はい、あんまガチなのかボケなのかちょっと分からなくてすいません、これガチです、ガチ、はいはい、これガチなの。で高校の時にやっぱりそのフィジカル当たり負けしたくないから、うんうんうん、ベンチプレスはずっとやってたんですよ、ね、うんうんうん、でそっからやっぱり男だからまあ体大きく見せたいじゃないですか、うんうん、でそっから卒業してもずっとやっていて、でサラリーマンになった時も、まあ、ずっと腕立ては1日100回とかをやってたんですよ。あ、あの時もやってたの？やってたんですよ実は。ほうほう、あ、自重ですけどね。うんうんうん、でそっから、まあ、サラリーマン辞めて、うんうん、その海外行こうとした時に、まあ、ロケ弁の配達を友達がやっていて、うんうん、でそんな急いで海外行く必要ないだろうって、ですね、うんうん、ちょっとうちで小休止して、うんうん、お金小遣い貯めていけばいいんじゃないのって言われて、うんうん、そのロケ弁の配達屋に入りまして、うん、あれが22とかですよね。そこで出会ったのが、うんうん、あのだからこれもどこでもいつも言ってますけど、その筋トレ好きの、うんうん、あのいたんですね、方がね、うんうん、あなたの筋トレのきっかけでもある。そうですそうです、私の筋トレのきっかけでもある。野田さんのきっかけでもあるんです。 そこはたまたまというかこう、はいはい、そうですね、リンクしてたのが、そっからだから本気で重り使って、ウェイト使ってやりだしたのがあれ始まりですよね。あれコンテスト出るってなった最初のきっかけって何ですか？最初はだからもうこれはだから野沢さんなんですよね。そう、一緒にトレーニング最初し始めて、そう、その、そう、まあ、兄貴っていう人がいるんですか、はいはいはい、兄貴があの元気と僕を合わせてくれて、そうトレーニングを一緒にして、それで出ようかな。そうですそうです。だからそれもちょっとこう話あるとあるんですけど、うんうん、そこで野沢さんのことをその方がちょこちょこ合わせてくれてたじゃないですか、うん、野沢さんに合わせてもらってた時に、はいはい、すげえなと思って、で僕野沢さんトレーニングしたいですと、でトレーニングまだその時始めて1年ぐらいで、そうだったそしたらその人に、お前それはお前失礼だろと重りが全然違うんだから扱う重量がなるほど、それは野沢君の足を引っ張るよって言われて、うんうん、でじゃあ、140キロベンチプレス140だっけ、はい、3発上げたら野沢くんに話をしてあげるって言われて、それで1年半ぐらいで上げたんですよね。それすごいよね、1年半で。それでだから野沢さんと初めて一緒にトレーニングをさせてもらうようになったわけですよね。それで野沢がまさにコンテスト真っ最中で、そうです、その時ちょうど立ち上がった年でしたね。そうですよね、あ、そうだ、そうですよ、そうだ。でその時ゴールドジムのイーストの方に野田さんも行って、はいはい、で野田さんと一緒にやらせてもらうっつって、初めてだからゴールドジムイースト行った時はもう外からあの駐車場から野田さん待ってたんですよ、8時集合で、今でも覚えてますけど。そうだっけ、ちょっと中にビーフさんとか、ビーフさん、はい、田代さんとか、田代さん、はい、ジャガーさんとか、はい、あと岡部さんとか、はい、
がフリーベイト占領してたんですよ。いやこれまずいわ。わかる。わかる。これはこれは無理だよと思って。ゴールドジムさんは本当ねいいジムだし、そうそうなんですよ。あれなんだけど異様に最初入り、いやいや昔だよね。昔はもうちょっとこうすごい人がこういすぎて、僕も最初いやちょっと待ってビーフさんとか見て、はいはい、いやーちょっとこのままみたいな気分になりますよね。はいはいはい、そうで入り口行ったらコシさんとかもいて、あ懐かしい、入り口でこんな人いるのかよと思いながら、はい、それが8月の末だったんですよ。8月末、はい。そしたら野田さんに「ケーキ大会出ろ」って言われて、でビーフ佐々木の1回目に出たんですよ。あの時いつでしたっけ。9月ですよ。9月ぐらいでしたっけ。9月、9月、9月末とかですよね、はいはいはい、で1ヶ月しかなかったんで、であんまり絞れず書いてあるんですけど、これはやっぱこうね、はいはいはい、やっぱ地べたから、ね、はい、ね、そうですね、上がってきた男が、うん、まさに元気、一番最初のコンテストの結果はこれ、ね、もうドベですよね、はい、ダントツのビリだった。そうただ、うん、もちろん元気もこう元気選手も本気でこう行く中行く過程で、まあ、最初やっぱり減量はなかなかうまくいかない、うん、期間短かったけれども、そこでやっぱ元気が今ここでこうやって一戦で活躍してるのはやっぱ諦めなかったですよ、うん、だからそこで火ついた感あるんですよね、うん、そうですね、で、そうですね、でその後だからワールドレジェンドが11月にあって、はいはい、で野田さんそれ出ろって言ったんですよ。で僕はいや野田さんちょっとさすがにもう負けるの分かってて出るのは僕のやっぱプライド的にもきついですと言った時に、うん、野田さんがやっぱりお前それは将来のために出とけと言われて、あ思い出してきた、はい、って言われて出たんですよ11月。そうだ、でトップ10かなんかで、でも今思えばやっぱあそこで出たことがすごい生きましたし生きてますし、うんうんうん、それをやっぱり僕も経験としてやっぱり今こうお客様とかに伝えられますね、うんうんうん、若い選手たちにね、はい、感謝してます、うん、負けるということがどれだけ次につながる、そうですね、すごい重要な意味を持っているのか、はい、次の優勝のためのどれだけのステップの階段なのかっていうのをやっぱり経験者だから今元気選手の、ね、チームの若者に伝えられるって、しかも刺さりますよね、はい、でそうだ思い出した、11月に今トップ10ぐらいに入って、で翌年の5月にブレイズオープンっていうのがシーズンの、はい、オンの一発目の大会だったんですよ、うん、でそこに元気選手メンズフィジークプラス175オープン、ね、はい、で結果は優勝なんです、こういうことなんです、これなんですよ、はい、